いいっすって言ってんだって。いいっすー。もうそれはもうこんな感じで、これ
消しメス消しメス。あ、ピラミッド。え？あ、あれ？もしかして？いや、妖怪ってさ、もっと怖いもんだって思ってたけど、本当は違う。そうだよ、俺怖くないじゃん。あいつ可愛いよ。可愛いよ。妖怪とお友達になりたいでいいすか？どうしたら友達になるの？教えてせしゅうぎばしゅう。教えてくれるって。人間と妖怪が友達になれるかというと、そう簡単ではござんせん。それはそれは厳しい修行が待っているのでミス。まず大森山に登り、滝に打たれてまで一日心の汚れを洗い流し、そしてどこ行けばほとりでみんなでも痛みを支えたら無理じゃないかなって思うんだけど、お金ほどない。みんなで一緒に改造するじゃん。みんなで一緒に体を動かせば妖怪と友達になるじゃん。ちょっと聞いてます。これは
もうみんなの体操バッチリだったよ。すごいやん、みんなの元気が届いたよ、これでみんな友達やん。おお、やみなさんが元気のおかげにすね、感謝しておいた方がいいんじゃないですか。ほんとだよ、みんなどうもありがとう。これであなたの願いは叶いました。この場所はお返しします。楽しかったからこのままでいいよ。ここにいてさ、またみんなで一緒に遊ぼうよ。わかりました。ほんと？おー、やった。友達のお願いは聞くものや。友情はずっと